飲めるよ。親父もう俺25だよ。飲める飲める。ビールビールビール。もうチューハイなんか飲んだ気しないもん、ビールは。飲もう飲もう飲もう。いいよ、つぐ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 。俺さ、親父とずっと飲みたかったんだ、こうやって。やっぱ就職でさ、離れちゃうとさ、家来る機会もなかったし。じゃあ親父。プレイボール。うまいなぁ。親父うまい？ストライク。ああ。うまいってことね。俺さ、まあ、家でさ、働いて、まあ、8年、いろいろさ、まあ、家の外のことを分かってさ、それで気づいたんだけどさ、親父ってさ、変わってるよね。うん、な、ファールっていう。ファールなのかな、なんかだから、なんだろうな。いや、親父野球好きじゃん。うん、野球好きだけどさ、なんかほら、親父ってなんかこう、全部野球に絡めて喋るじゃん。だからほら、乾杯もプレイボールっていうしさ、いただきますもプレイボール、ごちそうさまはゲームセットみたいな、うち全部そういう言葉でやってるじゃん。やっぱそれって変だよって外行ったらやっぱ友達とかに言われて、うん、やっぱ変わってるみたいだよ。ファールってことなん、まあ、ファールなのかな。だから、なんか、まあ、そうやって思い出してみれば、確かにいろいろ思い当たる節はあってさ、ほら、それこそ、2002年か、ほら、俺たちさ、ほら、日韓サッカーワールドカップの時よ。ほら、なんか横浜までさ、サッカーの試合見に行ったじゃん。覚えてる？その時にさ、親父さ、サッカーの試合見ながらさ、おい、ちゃんとバットフルスイングしろって人じゃんか。だから、何言ってんだろうみたいな、スタジアム全体、はーってなったけど、だから、親父は、サッカーをこう野球で例えて見てたわけでしょ。その野球経由でサッカー見るというか、なんか私ほら日本がシュート決めた時もさ、親父ナイスホームランって来たから、そういうことでしょ。親父はサッカーをサッカーとして見れなくて、こう野球通して見てるというか、なんかでそうやって思い返してみれば確かに全部そうだなっていうか、だってそうじゃん、おはようの時も親父プレイボールっていうし、ほらだってよそで聞いたらうちだけだったよ。目覚まし時計ってどこもジリリリらしいよ。ジリリリリとかピピピピピとか、だってうちの目覚ましあーじゃん、うちだけみたいな。だから何でも野球にしてるうちだけなんだって。だしほら親父寝る時いつもチェンジって言うじゃん。なんかそれはゲームセットじゃないんだみたいなのもあるんだけど、なんかほらうちだけっていうか親父特殊なんだって。ファールってことなのかな。ファールだと思うんだけど、そうそうそう。だから思い出してみれば確かに親父変わっててさ、ほらそれこそ俺がさ小学校の頃野球部だったじゃん。でほら5年生の時俺のエラーで負けたじゃん。あん時も親父俺に言ってきたじゃんか、おいあのな、趣味の時はグローブをちゃんと前に出す、それをしないってのはバッターボックスでスイングしないのと一緒な、野球が始まった時点でもうお前は一塁にいるんだよ、ちゃんとグラウンド上ではピッチャーでもキャッチャーでもなく監督の立場か、何言ってるか分かんなくて、なんか親父野球さえ野球経由で言うからさ、こう野球を野球で例えてんのよ、何言ってるか全然分かんなかったので、なんかで俺思ったんだけど、ってことはさ親父ってさ野球そのものは知らないんじゃないかなって、なんか親父にとって野球ってのはなんかそのなんだろうな、世界を見るためのこうそういうこうメガネというかツールみたいなもので、野球自体のことは分かんないんじゃないかなって。だって試しに聞くからさ、親父にとって野球って何？言語。そうだよな、そうだよな、そうだよな。だから親父はこの国で唯一日本語とか英語とかじゃなくて野球語を喋る人なんだよね。そういうことだよね。やっぱ変わってると思うよ。ファール、そうそう、ファール。ありがとうございます。